どうも、スターアイランドです。今回は、YouTube へ質問に答えてないのに IC っていうな。今回は、YouTube エグゼ、というゲームをやっていきます。ゲームが開始すると思ったらいきなり会話ですね。おいやめろ。ある意味今までやってきたホラーゲームの中で一番精神的に来るわ。大丈夫大丈夫、今までいろいろなゲームをやってきた。DVD ドライブが勝手に開いたり、全画面攻撃とかいろいろあった。もうさすがに耐性もついてきたし、今回のゲームでも怖がったりしないでしょう。お、やっと始まった。一見、ごく普通の YouTube に見えますね。しかし、警告通り古いバージョンなので少しだけ不具合があるようです。まあ、動画が見れるなら特に気にしないんですけどね。せっかくだから自分の名前で検索してみよう。ほい。は？検索しても出なかった上に勝手に閉じたんですけど。そして復活したと思ったら見事に不具合が起きていますね。動画は正常に流れてるけどなんか怖い。最後まで見ろって書いてあるけど最後まで見たら死ぬんじゃないかと思うレベル。あ、文字が逆さまになった。背景も微妙に変わってるし、そろそろやばいことが起こりそう。いやもう起きてるけど。うわ、右にあるサムネがとんでもないことに。そしてこの動画どこかで見たことがあるような。完全に、ロクトさんの動画じゃねえか。というか動画タイトルもまんまアナザー YouTube だし。うわ、メッセージウィンドウまで文字が楽天してて読みづらい。そしてまた画面変わってる。右のサムネは、お前の顔、ですね。ちょ、また開い、おい勝手にブラウザ開くんじゃねえ。うわ、また DVD ドライブ開いた。普通に怖い。わあ、画面が大変なことになってる。今、メモ帳が勝手に開いて文字を打って閉じた。こんなこと。今回のはガチでやべえ。ちょっとあのギミックは、見たことない。どうなってるんだあの技術力。いや古いとか新しいとかそういう問題じゃなかったと思うんですけどあれ。そしてこの落ち着く BGM である。はい、というわけで、YouTube エグゼは終了となります。非常に短い作品でしたが、かなりギミックが凝っていて大変びっくりしました。ブラウザや DVD ドライブが勝手に開くのは他にもありましたが、メモ帳ギミックは本当にどうやったんだと思うくらい衝撃でしたね。そして最後の最後に驚かせに来ると思ったらそうでもなかった。怖い画像ばかり貼られてますね。大切に保管しておこう。それでは、また次の動画で。